あああー,あー,あーあ、入りました。<ー>えー、皆さん今日は来てくださってありがとうございます。むっちゃん役のりこです。えー、見渡す限りツナの内ちは。すごい。あありがとうみんな。本当ありがとうございます。えー、今日は最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。りこさん、ありがとうございます。パンティのシーンは、パンティ私たち最長でしたもんね。最長でしたね。うん、あのシーンがね。最、うん、最長。 長かあの今回の映画のんかい番長かったセリフ量的にもページ数的にも。パンティーをあれだけ語る映画もなかなか,な,か,な,かないですしね<ー>同じよう多分皆さん見てくださって分かったと思うんですけど意味のないじゃ意味のない会話をずっと続けてるので覚える側は結構何回も同じようなことを言うみたいな。 結構難しいんですけど私何回も言いますけどあそこカットしたのはちょっとやっぱ <laughs> <laughs> あんなに私たち頑張ったのにって半分以上あのあともっと長くするそうなんですよあ,<ー>あれ倍あったんですよ、うん、でもパンティーっともうの パンティに対する持論がそうすごかったんですすごかったですまだ俺もてかまあずるいけどそこのシーンだも本当に一番大変だった合計何分ぐらいあったんですかねあれ多分映画だと五分ぐらいだけど最初に繋いだとき十二分ぐらいあってパンティで十二分で十二分一年でワンカットで撮ってるわけですからだから十二分喋り続けてるんですよ私たちは普通に しかも意味のないほわかんないちょっとね会話だからねセリフを覚える時あれでもそういえばあのねそこだけなんか別の素材で書き出してくれって言われたからいずれなんかその何かで見れるかもしれないえお十二分のパンティ十二分のバージョンバーバー高いの絶対乗るよそれ記事発表最後みんなよろしくお願いします。 ハッスタグパンティーが見たいで皆さんが応援していただければね、<laughs> えー、そうなんですがあるかもしれませんが、ありがとうございいます <laughs> はか、い、ぶ、えーまあ、っ,っちゃうんですけど、本当文字すごかったね、セリフ量が本当に半端なくて、うんうん、でも、筧さんが今言ってた通り人間やればできるんだなっていう、全然頑張れば余裕で覚えられたんで、なんかそこは自分のキャパの限界はないんだなっていうのを知れたのと、まあ、あと、もうに関しては。 うんまあ僕オーディションだったんですけどもオーディションの時からまあもうちょいキモく演じてくれっていうのをね <laughs> 監督から言われ <laughs> 言われててで現場入ってからは意外となんか監督からもうこうしてくれああしてくれっていうのが細かく意外と指示がなくてなんかじゃあこれでいいのかなって自信を持って演じることができました <laughs> 監督受けてどうですかそれを受けて基本的に、はい、あえっと全然関係ないあれなんですけどオーディションの時に須那、はい、君の日に、ええ えっと、プロデューサーと僕しかいなかったんであのでリコのむっちゃん役を僕が読んで綱君にやってもらうそんなカしてなことが <laughs> ちょっと,ょっとあの不利なオーディションだったんですけど不利すすぎますねちょっとそれも込みで不利な中頑張ったってことで <laughs> その中掴み取っす、はい、すごいですよ <laughs> 本当にも俺も読むの必死だったからあんまりちゃんと聞けないみたいな,なかいやしかもやったシーンあそこねパンティのとこあそうあそう <laughs> 男2人でパンいすごいのそ,うそれでやってもうちょっと気持ちよく読んで,読んでくださいみたいな <laughs> 何やってんだろうみたいな感じで演出は全員に対してあんまりそこまでやらないですね、うん、基本的にはなんか読んだ感じでなんか細,あの細かくっていうよりかはなんか大きくちょっと調整することがあればそしてあとは任せてやってもらうみたいな感じで。 基本的には現場でやっています